こんにちは。柏原市の今日のインテリジェンスを始めさせていただきます。今日はシリコンバレーから始まる世界恐慌こういうテーマについてお話ししようと思います。まあね、リーマンショックの結論から先に言うとね。リーマンショックの再来はないですけど、まあ今後、まあ、ぶっ飛ぶっていうんですか？なんか倒産する会社はいくつか続きそうかなと。そういうのが最初の結論です。まずですねシリコンバレー銀行というのは、ね、svb と。 訳されるんですよシリコンバレー銀行となりましてこれが飛んだんですね東海ねで、あれだから本当一生懸命探してたんですけどなかなかいい形にまとめられなくて今日遅れてしまいましたまあねだから今日はちょっとこうなんなんとかようやくこいついたとそんな感じですねじゃあお話ししますねまあ、シリコンバレー銀行はまあ、昨年時点制で資産が2090億ドル28兆円もあったんですねえ全米で16位っていうかなり規模のかなりの規模の銀行の破綻なんだと だから、日本だったら三菱 UFJ とか三井住友、みずほ、ゆういちょうに続くリソナが70兆円ぐらいですよ。だからリソナの半分ぐらいの銀行が飛んだ結構これは大きいですよね、だから地銀の大手口みたいなそんな感じでしょうかね、そのぐらいの,あの規模の銀行だった、まあ,あ結構でかいところが飛んだなっていう印象があるわけですね。まあ、実際米国でも破綻したののは史上2番目の規模と こここういういいとになってます。すの規模は大きいですよねで。破綻の背景は、えー、米国の金利が上昇してこの SVB ですねシリコンバレー銀行が投資していた債券が下落あの金利が上がったらですね債券の価格って下がるんですよですからあの、えー、例えば、えー、5%の額面で例えば債券を買ったりしますねで金利が上がったらそれが10パ金利が仮に10%になったらしたら5%下がるんですねだから債券の価格が下がってしまうんですよ ですから、えーまあ、債券価格が下落してその損失が明らかになったとで経営不安から資金の引き上げがあっという間に進んで資金がショートしてしまったと、ね、そういう恐ろしい状態なんですね、まあ、シリコンバレーのテック企業で企業、まあ、シリコンバレーのねいわゆる新興企業ですよね、えー、スタートアップって言ったんですかそういうのが顧客のほとんどだったんですよね、まあ、だからそういうとこですが判断がね早くて、まあ、さっと金を引いてしまうとそういうとこが多かった,かったみたいですね ですからま資金流出が止まらずすぐに積んでしまったと。そういうことなんですよ。でもね、だからといってこれがリーマンショックのような銀行の連鎖的な金融危機になるかっていうと、そんなことはないだろうと。その可能性は非常に低いとこう言えます。なぜかというとね、やっぱりね、あのリーマン以降ね、銀行に対するストレステストっていうんですか、こういうショックが起こったらどの程度耐えられますかっていうストレステストが結構よく行われてるんですね。ですからそんなにね、ならへんやろうと。 ね、SVB 自身がすごく特殊なんですよねなぜかというとやっぱりこう歴史的な、ね、急激な金利上昇ですねすごくグワンと上がったですねすごくゼロに近かった金利がいきなり5%近くも上がっているとそして、まあ、顧客の、ね、大半がシリコンバレーのテック企業というそういう,そういう偏りがある企業だったわけですね、まあ、しかもこれらのテック企業にかなり逆風を吹いているとそういうことから不運な条件がいくつも重なって 今回の事件が起きたと考えられるんですねやっぱりねあの債権の価格の下落ですわだから金利上昇ですわそれが一番大きかったんじゃないかなとこう思いますまあでもね波及効果あるんでここで終わるわけではないとだから他にも例えばファーストリパブリックですかそういうファーストリパブリックという銀行があるんですが、そこなんかもう取り付け騒ぎが起こってますね まあだからあのそれぐらいはあと何個か続くでしょうけどそんなにあの金融システム全体が、ねえー、っとやばくなってしまうというリーマンのようなことは多分ないだろうとこういうい言われてますそれでも、ね、イ,ギリスイギリスなんかはすごく警戒してますよねインドとかねこの影響が裏目に出るんじゃないかやっぱりこうスタートアップ企業が SVB に口座を作るというのは慣例だったみたいでそういう世界中ですよ。 世界中のそういうこう進企業ですか。それが口座を持っていたっていうことで、それがね、やっぱりだここここに影響が出るだろうって言われてるところがあるんですよ。それは何かというと中国なんですよね。びっくりでしょ。まあね、これね、これはこうロイターかな。ロイター英語版ですけどね。ロイターロイターの記事をちょっと紹介しましょうね。中国の株式投資家は中国政府の今年の経済成長率目標が予想下回っていることですでに減滅しているが、米国の銀行 s v b の衝撃的な破綻によってさらに落胆するだろうと市場参加者は述べたと。中国の CSI300 指数は先週4%下落したが、香港のハンセン指数は6%下落したと。これは2023年の中国の緩やかな GDP 成長が約5%であることから、合衆国議会の年次総会で設定されたのだと。 大きな刺激、まあだから大きな刺激への期待が打ち砕かれた打ち下がるわけですね。以前みたいに9%上がるぞって言ったらブワッと株価か上がるんですけどほんとしょぼい成長率しか規定されなかったんでみんながっかりしてるんですね。で金曜日に新興企業に焦点を当てた,った貸して SVB ですねが突然倒産したことを受けて、えー、市場のムードはさらに鈍化する可能性があると。ウォーター・ウィズダム・アセット・マネジメントのヘッジファンドマネージャーユアン・イ・ワアン・ ユアン・ユーウェイ氏は SVB の破綻はマクロリスクのバロメーターであり中銀の利上げが資産価格に与える影響を反映していると指摘した決済会社のワイズはシリコンバレー銀行へのエクスポージャーは最小限であると述べているこの出来事が新たな金融危機を引き起こす可能性は低いが中国市場に心理的な悪影響を与える可能性があるとそういう話なんですね中国のほとんど各銀行は SVB の中国合併会社が 土曜日、健全な企業構造と独立運営のバランスシートを持っていると述べた。s v b が合併合併したあの、えー、合弁会社が中国にあったんですね。しかし多くの中国のハイテク進興企業、特にドル資金を調達している企業は s v b で米国の構造を確保して解説、えー、していると。数百人のメンバーを持つ少なくとも一つの WeChat グループが懸念を抱く s v b の中国人顧客によって形成され、彼らの利益を守ろうとしていると。 だからこれからコロナの、えー、っと解消が終わってさあ、これからだよって言ってるところにどーんと来たとこういうことなんですね。でね、やっぱり、ね、この報道によれば一番僕はびっくりしたのは、ね、アナリストによると国内の A 株は SVB の崩壊による波及効果の影響を受けやすいオフショアの中国株を上回る可能性が高いと。A 株の方がマシやろうとこういうこととここいですね B 株と A 株ってありまして、ね、B 株はあの海外と関係がある企業なんですね A 株,は A 株は中国国内の企業ですねそっちの方がまだマしやろうとそういうことなんですよまあでもあのなんですかいわゆるテク中国のテック企業も資金源が足たれるとこういうことになりますからこれドヒャーっていうことになるわけですねまあだから氷山の一角じゃないかそういうことが土曜日ぐらいから議論が出てるとこういうことなんですね、まあ、こう考えてみるとねやっぱりこう中国というのはいかにこう 危ういかやっぱりこうまさかね、えー、この、えー、っとシリコンバレー銀行ですかこれがね中国に影響を与えるとはちょっと僕も夢に思いませんでしたでもやっぱりそういう構造がいっぱいあるんでしょうなですから大体いいね1件当たり2,000万ぐらい2,000万か3,000万ぐらいですよあのアメリカのね保証制度だったらそれぐらいしか持たないんでとてもじゃないけど企業のね資産として3,000万とかいうのはほとんどな,なきに等しい金額ですからそう考えてみると これは相当の被害を負っているんじゃないでしょうか。だから後追いするね。新興企業っていうのは次々出てくるんじゃないかなと。そうなす。だから、そのうちに中国企業も含めてるかもしれないこういうことですね。いやだからこんなところでね。中国に影響を与えるかっていうのはちょっと僕は個人的にはびっくりでした。まあ、だから中国がせっかくね。あの経済成長をやるぞと言ってちょっとね。姿勢を取り始めたところで、こういうドヒャーということが起こってしまった。こういうことだと思います。 アメリカがねだから被害は限定できたと思いますよでもそれうはう中国の、えー、こうテック企業に対してもかなりダメージがありそうだと,こういうことです、ね、まあねあの正直な話ねあのなんですかあの今回のね、v えー、っとシリコンバレー銀行ですかこれが、えー、飛んだからといってあとどういう影響が起こりうるかっていうとそれテック系企業とあと暗号,暗号貨幣ですねそれあたりの周辺も 結構やばくなってくるんじゃないでしょうか。それがね、やっぱり一番懸念されるところですね。そこが結局潰れるんじゃないかと、そういうそういう関連の企業ですね。まあ大体だから暗号資産関係はもうやばいでしょう。まああとテック関係ね。だから相当あのナスダックですか。ナスダックの株価なんか相当下がるんじゃないかなと。で一時的にね、すごく大きなショックっていうのが、えー、こう予想されるわけですね。 相当結構ダメージが大きいいと思いますよただ、そんなに、ね、大きな広がりを見せるとはあまり覚えないんで今の段階ではそんなにあの長期的にわたってすごく深刻な、えーえー、深刻な打撃になるかというとそうでもないただ、むしろ、ね、こういうことが言えるんですよね。で結局 FRB ね連邦準備銀行ですか連邦準備銀行が金利をどんどん上げていった上げていった金融機関がおかしくなるところが出たとなるとどうなりますかその後は なら F. R. B. がそれ以上、金利上げられないじゃないかっていう見方が、多分出てくるはずです。そしたら、金利上げられなかったら、どうなるかというと。インフレが収まらない。だから、いつまでたっても、インフレがずるずる、ずるずる、引きずるっていうんですか。ちょうど七十年代ですね。アメリカは七十年代の経済のような状態になります。ですから、い,いつまでにやってもね、なんか金利も赤い、そんなに低くないのに。全然ね、インフレが収まらない。と。そういう悲惨な、目になるんじゃないでしょうか。それ,それは、アメリカ経済にとっては、大きな打撃であろうと。 そういういい言えるかと思います、まあ、それがね一番大きいんじゃないかなと金利が、ね、上,げられに上,げ上げにくくなっているとだから普通ね通常の株式という観点からは金利が上がる方がマイナスなんで金利が上がらないってことではあの株式市場にとっては大きな、えー、といいニュースなのかもしれませんけどでもちょっとね長期的に見たらインフレが長期間続くことになりそうだそういうことになりますから全体としてはアメリカ経済にとってはマイナスの 効果になるんじゃないでしょうか。いやなかなかね、こうもうだから、えー、金利上昇させますよというはちょっと言いづらくなってますよ、ね、だからね。他にもね、同じような資産運用をしている、えー、銀行があるかもしれませんよね。債券運用でね、なんとか、えー、なんとかあの稼ぐっていうんですか、そういうことを考えている銀行があるかもしれません。ですからそういうところも軒並みアウトそういうことになるかもしれません。ですからちょっとね、どこまで広がってるというかっていうところはまたちょっと言いにくいかなと思ってます。 ただリーマン・ショックの時に比べたらなんですかストレステストは、ね、徹底してやってるんでそんなに大きな金融機関が崩れるかなっていう感じは今のところないです。そういう意味ではちょっと安心していてもいいのかなただ、今日は、ね、あの月曜日でしょ月曜日ですから、えーこうね、マーケットが開くんですよねガンガン下がるやろうなとそうこう個人的には思ってます。 まあ、多分、だから日本にはそんなに影響はないのかなと思ってますけど、まあ、あ株価とか、ね、瞬間的に下がるとかそういうことありますけど日本経済にとってあのすごくダメージが大きいとかそういうことはあんまりないんじゃないのかなと、まあねね、SVB SV でお金借りてるとか、ね、貸してるとか、ね、預金をしてるとかそういう企業はちょっとアウトかもしれませんけど、まあ、あのそんな日本にはダメージがないんじゃないかなとそ個人的に思ってます。 まあ、今日このぐらいで,あのあれですよあのイランと、ね、あのサウジの国交回復、ね、あれに関しても説明しようと思ってたんですけが、ね、花粉症ね花粉症は本当につらかったですよ金曜日ぐらいにお休みしたんですけどそれはもう花粉症でこれ以上できないという体調だったので、えー、それでお休みしたんですけど薬飲んだらだいぶ楽になりましたね花もちょっと楽になってるでしょう。あの花花がね 本当にお医者さんに行かなきゃいけないかなとこう思ってるんですけどまあ今日はこのぐらいでよろしかったらいい方の誇張そしてチャンネル登録もぜひお願いしますそしてあのサンクス本当に温かってますありがとうございますまた今後もお願いしますということで今日はこれでおしまいしますじゃあ失礼しますね